ちょこんにちは。さあ、豊さん、はい、新人合同自主トレがいよいよ始まりました。いやだったね。いや俺らの時は全員自主トレなんだよ、はい、あのチーム全員がまとまってやるという、はい、まだそういう規定ができてなくてね、はい、まあ随分経ってから12月と1月はコーチ監督がついちゃいけないということになって、ールーキーだけは合同自主トレ、はい、まあ、怪我につながっちゃいけないからということで始まったんだけどね。あ、そうだったんですね。俺らの時も全員だもん。一斉にだったんですか。もう怖かったおっさんとかな40近いおっさんが一気に来るですね。あこのおっさんみたいな動けんのかみたいな。あ逆にね、そう逆にねピチピチだったから。そうあ同時キャンプだった怖いなとかさ思ってたけどね、はい、まあ、今はね新人行動自主トレになっていますけれども、はいはい、今日は中でも、まあ、注目度の高い巨人の浅野選手、はいはい、をピックアップしたいと思います、はい、まあ、あの原監督も絶賛しておりまして、うん、コメントとして若あゆのごとくピチピチしているよね、同業を表現すればいいかな、そうだね、言うならスーパーボールのようなデレッとしてない俊敏な感じがするよね。スーパーボール、はい、ビョーンと弾くやつ。そうそう、弾くやつってそう、いわゆるその浅野選手の体が筋肉がギュッと凝縮しているような見た目、はい、それでいてどこまでも飛び上がりそうな瞬発力、うん、俊敏性を兼ね揃えた身体能力の高さを、うん、まあ、表現しているのではというふうに。体幹強いな、この子は。出来上がってる感じがするよ。なんか太もも周りが66センチで下半身がどっしりしていて、うん、あの股ずれが悩みの一つぐらいだそうです。もうすごいよな、はい、髭も濃いんでしょ。いや、髭も濃くて入寮の時に髭剃りおじさんという、これだけは忘れられないというね。ヒゲがやっぱね、もう男だよね。男としてのその、はい、なんていうの、こう野生か、野生っていうか、ここ出してるよね。だってあの新人合同自主トレなんですか、一、うん、人なんかおっさん入ってるみたいな、おっさん入ってるみたいな風格があったんです、うん、まあ豊さんにちょっとバッティングだったりとか、はい、遠投、まあまあキャッチボールとか、ね、まあまあ見たけどね、はい、まずバッティング、バッティングはあれだけ触れるってなかなかないよ、高校生で。その触れるっていうのは、いやもう体が残ってパーンとバットのヘッドの走りが違うもん。ほら今でも打てそうだもんな、もう即、高校生であれだけ振れるっていうのはないよ。それでも全力で振ってるわけじゃないわね。8割ぐらい、8割9割ぐらいで、多分9割まだいってない、8割ぐらいで振ってるんだよ、うん、バットの使い方を見てると、はい、バットの使い方よく知ってんなっていうのがあるよね。でもペッパーつってこうやって投げ手がいて軽く、うん、でこうやって打つ、投げ手に返していくバッティングがあるんだけど、はい、あれはちょっと下手だな。その違いって、うん、あれ下手っていうのはどこの使い方か。やっぱね、ちょっと柔らかさがなくなるんだよ、本人体が硬いって言ってました、うん、ね、T バッティ、ん、体が硬いのが悩みだって。あ、その硬さとはまだちょっと違って、ま違、いや硬い人ほど柔らかく使おうとするからね。あ、山本浩二さんっていう人がいて、はい、体が硬いのよ、はい、でもものすごく柔軟に打つんだよね。で体めちゃくちゃ柔らかそうなんだけど、めちゃくちゃ硬かった、鉄板が入ってんのかって。逆に衣笠さんっていう人が体柔らかかったんだけど、体柔らかい人っていうのはやっぱ力を入れないとピシッとならないから力んでる感じがするんだよ、硬く感じるんだよ。でも体はめちゃくちゃ柔らかいという、だからやっぱ使い方をよく知ってるんだよ浅野って。あ、だからバットのハットの、あのヘッドの走りなんか見事なもんだもんね。だあれ初日の映像多分見たと思うんだけど、はい、あれだけ振れるっていうのは自主トレの前に自主トレを何いくつもやってるよね、多分やってきてるね、自覚あるね、すごいですね。であのバッティングができるっていうことはやっぱり高校の間に相当体幹鍛えたりとか。いや、これはね、まあ、鍛えたのもあるだろうけど、うん、持っても生まれた強さっていうのがあるよね。これね、やっぱね、子供の時に宿るな、そういうものって。どうしとけばいいか、やっぱね、全然違う、生まれた時から。生まれた時からですか。多分全然違ったと思うんだよ、赤ちゃんの時から。うん、俺の次男と話すんだけど、はい、大輔の子供って三男の子供っているんだけど、はい、全然違うって言うんだよやっぱ、はい、でその次男の息子たち2人いるんだけど、はい、もう身体能力ものすごい高いんだけど、あの子はまた全然違うって言うんだよ。三男のお子さんの方やっぱね、体感が全然違うって。俺も子供育ててきたけど、はい、やっぱ小さい時はやっぱ違うんだろうな。あ、それぞれ違うんですか。違う、例えばこういうこれを登る力とか、そういうのが全然違うって言うんだよ。だから浅野も小さい時からそのぐらいの体感を持ってたと思うんだよ。慣れ持ったものね。
持ってもらったもんがあるんだやっぱり。その素質を感じるあのバッティングだったってことですね。いや、やっぱね、あれだけやっぱ高校生で振れないよなかなか。でしかもスイッチでやってたじゃないですか、右も、まあ、左はね、まだね、なんか本人それで飯を食おうという匂いはないな。あ、ただこう振れますよみたいな、ちょっと照れがあるみたいなそんな感じだけど、よく振れてるわ。まあ、左もいいです。いや、あれだけ振れるってなかなかない。まあ、やっぱり原監督も見て、おいいねっていうふうに思うような。そう、いや、原監督はまあスーパーボール、スーパーボール、いや、分かるような気がするよ本当に。なんか弾きそうだもんな、あいつ丸めてゴンってやったらビョーンって飛びそうだもん。で171センチなんで、ね、そう高いわけじゃないですか、身長も。でもあれだけ体幹しっかりしてて、バッティングもドシッとしたものがあるっていうのは、うん、いや大したもんだよ。気持ちがいいよな、うん、やっぱりドラフトかかってさ、はい、後のストーリーを聞くと他からもいっぱい来てたんでしょ、はい、高校が、うん、だけど地元に残ると、それは幼い頃からお世話になってた野球チーム、遠征行けなくて寄付を求めたら地元の人が応援してくれて、お金を出し合ってくれて遠征に行けるようになったと。だから俺はこの地元から甲子園を目指すという、やっぱ気持ちがいい、なんかこう男っぽい選手だよね。なんか義理堅いというか、義理堅いというね、だから本当に応援したくなるよねそういう選手は。そうですね、だからその1年目は学びがどうのこうのって言ってたけど、いや学びとかではなくて、もう1年目から原監督に食らいついて、俺を使ってくれみたいな、そういうなんか野心を見たいね。十分にそれはできる素質は。ああ、できるできる、それはできる。1年目から原監督どっちで呼びたいですかね、キャンプ。いや、やっぱりね、坂本をね育てたように、はい、坂本は2年目からだったんだけども、1年目から1回は可能性もあるよね。あれだけ振れるってないもん。ただね、キャッチボールがよくない。だからドラフト2位のことやってたけど、はい、野球って結局リズムなんだよ、うん、でキャッチボールもリズムを切らさないように早くやれっていうわけじゃなくて、リズムを切らさないようにこう取ったら、この一定のリズムでやる、このリズムを鍛え上げるという意味ではちょっと足りないんだよね。そのただ投げてるだけじゃダメだ。ただ体温めてるだけだ、うん、そういうことではないということ。おっさんの早朝やつなんだそこだけはまあちょっと風貌がそこは直せよって。そこはおっさんじゃなくて、はい、しっかりしたキャッチボールを。あのね、一流の選手って本当にね、キャッチボールっていうのは丁寧にやってた、うん、だからまあ代表的なのは落合博満とか、はい、清原和博とか、本当にね、あの人たちっていうのは4番を打ってて、あーみたいな適当な感じかもわからない。キャッチボールだけは本当丁寧だから。基本なんですね、うん、でリズムを絶対こうゆっくりだけども切らさなかったから、だからそういう選手になってほしいんだよ。うん、だからキャッチボールを見てちょっと総長役のおっさんがなんかやってる感が出たからさあ、もったいないですね。もったいないんだよ、うん、だからバッティングはもう素晴らしい。あのバッティングを見て、この選手みたいなタイプだなとか、この選手のバッティングに似てるなとか、長野だな。長野選手、うん、まさにね、同じチームメイトで、うん、あのポジション的にも、うん、だから俺は長野を呼び戻したっていうのは、はい、まあ、浅野にとって素晴らしいことだと思うよ。お手本みたいな選手だよ。私生活もそうだし、まあ、そうですね、そうバッティングもそうだし、はい、だから本当に教わるといいよ、いろはを。そうです、ね、だからもう長女に悪いけど、はい、もう同部屋それ奥さんが言う。あ、そうか、私生活までかと思バカやろ、生活は分けてやれよそうですね、奥さんいるのに。いや、そうそうそう、だから俺はもうキャンプで申し訳ないと、君みたいなベテランになって、はい、で一人部屋がいいだろうけど、はい、ちょっと朝の面倒見てくれと、うん、じゃあ、せか同部屋で生活から管理からプロの考え方とかね、まあ、そういうことを教わるとすごくいいよ、まあ、あのキャッチボール見て長野が何て言うかね、ちょっと聞いときゃいいよ。そうですね、あの新人合同自主トレですけれども、ここからまた浅野選手が取り組むべきことっていうのは、どういうことを取り組んでいけば、まあ、一軍、いや、まず取り組むというよりもさ、まあ、全部真新しいことだし、はい、初めて聞くこともたくさんあるだろうし、まあ、だけど焦らず怪我をしない、まず怪我をしない、はい、だけど自分を信じること、うん、やっぱ勝負に出ろ、勝負に、うん、一軍の切符をつかむっていう、はい、秋広っていういい左バッターがいる、はい、やっと体感が できてきてホームランも飛距離も出るようになった。その体感ははるかに超えてる体感を持ってるから、
だって相手は2メートルだから体幹鍛えるのは相当時間がかかるんだよ。時間がかかりましたね。だけど凝縮してるから171、うん、だから、はい、もう体幹はいいから、はい、もうそこまでの体幹があるんだったら勝負しに行けって。おいや俺はそう思うよ。そのぐらいのつもりでいろって。そうですね、うん、まあ、巨人というねすごく競争が激しいチームですけれども、うん、その中で一軍の切符を手にするぐらいの、まあ、気合だったり信じること。そうだね、そこ大事にして自分を信じろって、まあ、これもあのデーブと今度はやるからつつくけどね。それも聞いてみたいですね。それもつつくよ。もう絶対ちょっと頼むよって。浅野選手をデーブさんはどういう風なバッターに育てたいっていうふうに思ってるんでしょうかね。アベレージだろうな、まずで長打が出るようになったら中距離かなっていうような感じ、うんうん、最初はアバレージでいいよって、ホームランなんかあんまり考えなくていいよっていうような、うん、そんな感じかも。まさに本当長野選手タイプというか、もう岡本はもうホームランしか考えないみたいな言うかもわかんないけど、はい、浅野の場合はやっぱこう短距離で首位打者候補、それから中距離、うん、まあ、長距離にはなれないな、まあ、そんな感じだよ。そこら辺もじゃあちょっと聞いてくださいね。聞くよ。もうどんどんここで告知しちゃってますけどね。聞くの忘れてください。いや忘れないよ、そこは鉄板でだよ。お願いしますよ。そういいな、やっぱな、プチプチや、ピチピチプチプチもう。もうアユのほんまジョリジョリだからもう。本当に。若さ溢れてますね。ほんままたズレズレだから。ズレズレもう本当にあのふさふさのボーボーの。なんだふさふさ。違います。若さってすごいなって。すごいな。はい、もう、はい、もうボーボーのね、まあ、ね選手になってほしい。なって期待したいね。はい、思います。はい。